修学旅行で生徒が寝た後先生方は何をしているんですかっていう質問ね、これめちゃくちゃよくいただくんだけど、みんな気になるんですよね。あの消灯時間の後ね、生徒が寝た後ですね、基本的には先生方1時間ぐらいは見回りとか見張りのために各フロアに張り付きます。なんでかっていうと、私が今まで聞いた例で言うと、夜中に騒ぎすぎてホテルのドアをぶっ壊しちゃったりとか、窓から隣の部屋に侵入したりとか、そういう事件が起こることもあるので、それを防ぐためですね。で、見回りが終わったら先生方の打ち合わせがあります。そこで今日起こったトラブルとか注意事項を共有したり、明日の動きを確認したりしますね。で、その後また見回って何事もなければ自分の部屋に戻って寝るんですけど、荒れた学校の時とかね、結構心配だったので、かなり深夜まで廊下に立って見ています。先生って修学旅行の時いつお風呂に入ってるんですかって質問、インスタとかでめっちゃたくさんいただくんですけど、これは生徒が寝た後に入るか見回りの合間に入っています。小学校は違うかもしれないんですけど、中学校以上の場合はですね、今各部屋に大体お風呂がついていることが多いので、先生も大浴場に入らないといけないというケースはあんまりなくて、私の経験の中では先生も大浴場だったっていうのは1回しかないですね。ちなみに生徒が100人入った後の浴室ってもう本当に地獄みたいな状態なので、私はその時はシャワーで済ませました。先生って修学旅行楽しみですかっていう質問よくいただくんですけど、まあ楽しみではありますけども、それは学校の状況にもよりますね。あの荒れた学校とかだと、まずね、どうやって3日間安全に平和に乗り切るかっていうことが一番重要になってくるので、もう修学旅行中ずっと気が気じゃないっていうところもあります。3日間ずっと駆けずり回って見回りしないといけないし、夜も眠れないっていうこともあります。なので皆さん、修学旅行中ぐらいは平和に過ごしてください。修学旅行とかキャンプの時って保健室の先生がついてくるじゃないですか。あれ実はついていかないといけないことになってるんですね。だから必ずついてくるんですよ。だから保健室の先生って毎年毎年修学旅行行ってるんですね。でも他の学年の行事と重なってしまってどうしても行けないっていう場合もあるんですけど、そういう場合ってどうすると思いますか？それはですね、保健体育の先生が保健室の先生の代理を務めることになってるんですね。これはさすがにみんな知らなかったでしょう。うちの学校、先輩がミッキーを池に突き落としたからディズニー出禁になりましたっていうコメントいただいたんですけど、実はそういう噂ってかなりいろんな学校にあるんですよね。これってどういうことか分かりますか、皆さん。実はミッキーって毎日のように池に突き落とされてるんですってことじゃなくて、これただのデマなんですよ。多分どっかの先生が適当にですね、テーマパークに行けない理由としてこういう適当な話をしたと思うんですよ。それが全国に広まっていろんなところで噂されるようになったのではないかと私は思います。修学旅行の夜に先生方が飲み会をしているんじゃないかっていう質問をよくいただくんですけど、今はそれはほとんどないと思いますね。じゃあ先生方は修学旅行の夜何をしているかっていうことなんですけど、だいたい就寝時間の後しばらくは見回りをして、その後ね、また打ち合わせをして、特に問題がなさそうだったら自分の部屋に帰って寝ると、まあそんな感じですね。なんで飲み会をしないのかっていうとですね、今の時代、先生方が修学旅行の夜にこっそり宴会をしていたっていうこともね、それが公になったら大問題になってしまうからですね。修学旅行の先生の部屋割りってどうやって決めるんですかっていう質問をよくいただくんですけど、それはですね、担当の先生が決めます。最近は先生方って一人部屋になることが多いんですけど、もし二人部屋とかになる場合は、仲が悪い先生同士一緒にならないようにとか一応配慮して決めていきます。あと、男の先生と女の先生が同じ部屋になることあるんですかっていう質問をいただいたんですけど、それは絶対ないです。先生方はあくまでも仕事で修学旅行に来てるので、まあそんなことがあったらもう大問題になっちゃうわけですね。ちなみに私は校長と学年主任と3人部屋になった時が一番気まずかったです。フォローしといてね。